よしふん動画投稿しすぎだけど、ペースは落としていきますので、えー、まあ、本当に、上げすぎててもあれなので、ビシッと決めてね、やっぱやっていかない,といかんので。もう疲れた、ほんと。もう死にたい、はっきり言っても、はっきり言って。もう死のうかんと思う、はっきり言っても。はっきり言っても、死にたいですよ。はっきり言って、もう。マジで。マジでもう。 いや、死ぬかなて本当、ほんま、とも思うわ、ほんと。ま、マジでね。マジでまだ受けないんだと。まだ受け、受けないんだと思って。本当絶望、絶望的な気持ちになるね。本当で、えー、どっから話そうかな。だからさっきのね、話ですね。さっきのね、あの、山崎正義の、えー、マジで死にたいですよ、はっきり言って。で、やっぱり、あの、 あの、流れ落ちる涙の果てに、えー、寝静まる、あの、冬枯れの季節に、えー、見放された声の先に人は何を見つめるのだろう。どこかで続く悲しみが落実を赤く染めていく、ですね。あの、まあ、ここら辺ですねで。あなたが見えるただ一つの光であればいい。あなたが触れるただ一つの、ということで。 ね、やっぱ光とやがて、あなたの心の中に注がれていけばいいっていうことですね。光って光じゃない。あの山崎正義のメヌエットっていうのを今ロマサガユニバースでやってるので、まあ、たまたま聞いて感じ。こういう感じになっててで、それを。まあ本当に税金が光ですよ。h i k a k i セイキン光っていうね。あのまあ戦い続ける人近くで支える人。まだ見えん。遠いゴール目指し。 え、つまずきながら進んでるってもう、あの、ガチなんだよね、セイキンってね、歌詞に。すごくないあの、泣けてくるんだけどね、あの、よくやるよね。マジで。失ったもの悔やまれること、数え切れぬほどの思いがある。失ったもの悔やまれること、数え切れぬほどの思いがある。代償の先に手にした答え、磨き上げ世界の光となれって、代償の先に手にした答え。 こ、子供は分かんねえだろうっていうこと、すごいよね。あの、代償の先に手にした答え、代償があるんですよ、それは生きてるっていうことで。輝きを秘めるもの秘めてんで、秘めるものよ。僕らはみんな手を繋ぎ。こんな歌詞書ける人いるって、なんか、ビリーブとかしょぼくないはっきりなんか、わ、わか,、ま、かりますわかります合唱曲とか曲、寒くない第一三章とか。知らねえ、歌詞知らねえけど。まあ、すごくない ここまで行き着いたのが、だから、山崎正義メネットが、俺としては、だから、ゼロからのスタートでももう一度さ、立ち上がれって、そういう、わずかでも進めたな、ただでつくさ、あの日、あの光へっていうことが、やっぱり、叶わんすよね、やっぱ。やっぱ信者じゃなくて、すごいよね。芸術が行き着いたところで、やっぱ、やっぱ、鬼滅もあって。 つまずくことばかり、それでも今を生きている、今を生きている。迷いはいらない、前に進め、この道を。輝きを姫だと、ゼロからのスタートでもですね。やっぱ、もう一度今始めよう、今始めよう。すごいですね。あのもう、ここら辺のことを見たら、やっぱり、綺麗事でやっぱあ、やっぱ歌詞書いてないですからね。やっぱもうそんな、もう嫌なんですよ。聖金指示みたいな。別に、信者じゃないし。 嫌なんですよ。で、メネットが光になれってか言ってたでしょメネットがだから、あの、あなたが見えるただ一つの光であればいいって、こう、大地のこう先に、荒野にあれは、あれ張ってた荒野の先の光っていうのを、今、メネットの時代に答えは出てなかったんですね。で、そういう感じで今、だから、今、光なんだね。夢の先が光なんだよっていうことがすごくないまあ、行かれてるよう、ね、に芸術って、ね。<laughs> だから、メネットとこう、俺の中でひ、あのー、光っていうのがやっぱ、やっぱ重なっちゃったって感じ。そんなガチの真面目じゃないですよ。これクズだから。柴田も光るだから。光るもなんか光るだからね。金髪企業家光るも光るだからね。あれもね。<laughs> って感じだそんなクソ真面目に行き、もう死にたいっ,すはっ,きって俺はっきり言って。俺は、もう。やめたいですもん。こんな、ここまでして自分通さないといけないし、死に、もう死にたいっす、自分そんな好きじゃないし。そんな自己顕示力ないし、死にたいですよ。それでもいじめられるし。 くず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 くいじめないしも、嫌ですよ、はっきりと俺。そういう意味では、まだメネットとこう、あのー、勝手にバッティングしちゃったので、あの、ヒカキン、セイキンの光がやっぱあって、まあすごいよねっていう、あのー、感じですわな。であので、文化っていうの、文化なんですよ。俺文化やってくるので、それは文化っていうのはやっぱ、 G でこん G のデコンギスター、G デコの先、あの社会の先、鬼滅の刃の先、鬼滅の先、なので、でそれ獣道なので、はっきり言って、獣道ですよ。俺の。まともじゃないですよ。頭がおか、か気,気が狂ってるよ。キち、きちが、きちがだよ、本当と。きが。頭おかしいよ、俺はっきり言って。あの、マジで。しかし、これを自分が選んだ道と言われても、こう、おかしいんだよね。別に選んでねえよって感じなんだけど。で、 だからね、鬼滅がもうメガヒット、メガヒットとかどうこうじゃないじゃない、鬼滅って。その時に、あの、小峠先生は逃げたんですよ。やっぱ怖い、ビビって。そやっぱ、潰れてたら気が狂ってたと思うよ。だから、藤峠先生があれ以上続けてたら気が狂ってて、やっぱと思うと、あそこで逃げ畳,畳まなきゃ気が狂って,って逃げちゃう。えらいことになったって。やっぱ、あったんですよね。本人のストレスが耐えかねても、やっぱそれはあるんですよ。ドラゴンボール以上メガヒットだもん、ワンピース以上メガヒットだもんな。ストレスがあって。 そりゃそうだよ。あそこまでやって仕事して。やっぱ、だし。で、それでやっぱ逃げなきゃ気が狂ってたと思うよ。発狂して死んでたと思うよ。やばいでしょ漫画とかアニメとかって。だから、<laughs> やばいなと思って。で、小峠先生的には、あの、鬼滅にやればい以降、死にそう見したくないなって気持ちも絶対あると思う漫画家としてあるでそこの難しさがあるでしょすごいよね。 ほとんど頭を気狂いだよね。芸術家って漫画家、文化人ってほとなんど。で、人間は気,もう気狂いっていう。頭おかしいですよね。で、そこまでやっぱ、言われたからメヌエットとやっぱり平均、平均正均のバッティングしてるんですよね。光っていう、今光っていう。で、しちゃったって感じ。もうやるしかないなってことで。も人自分一人でやってるわけじゃないんですよ、はっきり言って。頭おかしいもん、俺も。はっきり言って。でも,も今まだウケないんだ。まだ俺はウケないんだって。 変に受けて自分を生贄に捧げるみたいなね。自分をなんかみんなのためになんかこう、歌うとか表現するみたいな。生贄に捧げるみたいな。これ時代の生贄に捧げるみたいなそれしたくないので,で。みんなのためになんかこう、煽りを絶対嫌なので、なんかこう、身を捧げるみたいな。だから、加藤純一とかは、天宮太陽とか、フル回転で自分のね、ピヨピヨテトリスとか、ゲーム配信とか、ある意味みんなのためにやってるじゃん。すごく、まあ、やってるじゃん。ある意味ね。 素で、自然にやってるけど、あの領域まで達するのはかなり厳しい、かなりすごいこう、やっぱこう、経験はしてきてんだろうけどね。やっぱいろいろ人生経験してきて、人生経験ってのはくどいけど、してきてんだなと思うけど、あのポジションに落ち着くのは、俺がこう、上昇志向があるわけじゃないんですよ、別に。俺はき昨日に気まままで自分のね、やりたいことしたかっただけなので。疲れるよ、ほんと。 それで勝手に恨まれるんだって知らねえよと思って、光、なんですかそんな、マジで。<laughs> 感じがし、しますねうん。で、文化って、だから、もうこういう話をね、あの、はっきりで、うん、漫画とかアニメとか、ゲームに込めたい、芸人は芸術に込めたいんですよね、やっぱ。込めるんですよね、っていうことで。よく気が変にならないよね。だから、ご峠先生が、ご峠小屋原先生はもう、 多分あのまま続けてたら気が変になって、もう気が狂って死んでたと思う。自殺ぐらい言ってたぐらい。感じだと思うし。だから一課金正金とかみんなよくついてるよね。っていう感じがしますね。自分の道行かなきゃいけないから、変だねって感じがしますね。あの、本当頭おかしいんじゃないかと頭おかしいんですよ、はっきり言って。 ねえ。まあ、そんな感じですわ。だから、こう、自分闘争うエンジョイみたいな、結構わかるけど、エンジョイエンジョイユアライフタイムエンジョイ自分の人生闘争うぜみたいな感じで、まあ、軽く言えちゃうってもあるんだけど、いやそれバリバリに難しいですよ。もう、バチバチですよ。マジで。くすめっちゃくそ言われるから。俺、自分が別に好きなわけじゃないですよ。はっきり言って。はあ、大変ですよ。光なんだね。っていうことで、思ったことですわ。どうも、おやすみなさい。 変な方向に、本当に絶望、変な道に行っちゃうからね。でも絶望からの道なんですよ、結局。絶望まだしちゃって、死にてえなってなんだけど、そっからの道なんですよ。まあ、そんな感じですね。ブンブン。では、おやすみなさい。ブンブン。